ウリコ姫と天の尺。制作株式会社同心社。脚本松谷美代子。絵梶山敏夫。昔々、じいさまとばあさまがあった。子供がいないのが寂しくて。子供が欲しい。子供が欲しい。と言い暮らしておった。ある日のこと、じいさまは山へ薪を取りに、ばあさまは川へ洗濯に行ったと。ばあさまがザブザブ洗っていると、川上から大きなウリが、つんぶくかんぶく、つんぶくかんぶく、つんぶくかんぶく、流れてきたと。おや、なんとうまそうなウリだこと。おらんちの宝ならこっち。小さこう、向こうんちの宝ならあっちさゆけ。ばあさまが歌うと、ウリはつんぶくかんぶく、つんぶくかんぶく、ばあさまの方へ寄ってきた。おお、来たわ来たわ。ばあさまは喜んで、ウリを抱えて家へ戻ったと。おお、これは見事なウリだわい。早速割って食うべ。じいさまが包丁を持って割ろうとすると、ほにゃほにゃ。ウリは一人でに割れて、かわいい女の子がペロッと生まれたと。じいさまとばあさまはたまげるやらうれしいやら。オラたちが子供が欲しい、子供が欲しいと言っていたもんで、こりゃ授かった子だべし。なんだ、ウリから生まれた子だもの、ウリ子姫と名付けるべ。と、金語り、金語り。くだこなくても七ひろ八ひろ、と金語り金語り。ウリ子姫は見る間にずんずん大きくなって美しい娘になったって。そうして毎日いい音をさせて旗を織っていた。そのうちにウリ子姫があんまり美しいもので、ウリ子姫をお嫁に蹴ろと長者様から嫁もらいに来たと。じい様とばあ様は喜んでね。ウリ子姫、ウリ子姫、オラたちはこれからお嫁入りの支度に町へ買い物に行ってくる。一人でおると天の尺が山から来るかもしれん。天の尺は怖いからね。決して戸を開けてはいけないよ。じいさまとばあさまはしっかり戸を閉めると町へ出かけていったって。そこでウリ子姫はまたと金語り金語り。くだこなくても七ひろ八ひろ、と金語り金語り。と旗を折っていた。しばらくするとトン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 。ウリ子姫、オラと遊ぶべや。ダメ、誰もいないから開けられない。ほんならほんのちびっと。だって決して戸を開けてはダメってじいさまとばあさまが言ったもの。だからさ、ほんのほんの爪の先ぐらいだよな。
売り子姫はそのくらいならいいかなと思ってね。ならちびっとだよと言ってちょっと隙間を開けた。その途端長い爪を引っ掛けてガラ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 、雨戸尺が入ってきた。売り子姫や西の長者様の桃畑に桃もぐに行きぶえ。だっておじいさんやおばあさんに怒られるもの。だから留守の間にちびっと言ってくればいいだねか。今見てきたども真っ赤に売れてあれにかぶりつけば甘い汁がポタポタ垂れるべな。あうめや。さ、草履履いていこう。草履履けばポンポンなるから嫌。じゃあ下駄履いていこう。下駄履けばカランコなるから嫌。それならオラがおぶってくれから。お前の背中にトゲがあるから嫌。えい、めんどくせい。それならオラが桶に入れておぶっていくべだ。ほいほほいほいほほい、桃の畑の桃の実は風吹きゃざらん、風吹きゃざらん、ほほい。天の尺はゴーゴー走って西の長者の桃畑さついたが、自分だけさっさと木に登っておいしそうに食べている。見れば赤く熟れて甘い汁がポトッポトッと垂れて、そのうまそうなことと言ったら、天の尺オラにも送れ。よし今やるぞ。天の尺は虫食い桃を取ってカリッとかじってで、耳くそ鼻くそプププと汚いのばかり投げてよこしたと。こんなもの食われない。そんならここまで来い。せば好きなもの食えるぞ。そこで売り子姫が木に登っていくと、それきた。天の尺はいきなり売り子姫を捕まえて木に縛りつけてしまったと。そうして売り子姫の家にどんどんかけていってね。売り子姫に化けて知らん顔をして旗を折っていたと。ところがその旗はどってんばたりどんばたりとしかならなかった。どってんばたりどんばたり。そこへじいさまとばあさまが嫁入りの着物やお菓子やいっぱい買い物をして帰ってきてね。あれ、旗の音がいつもと違うが、どうしたもんだ。売り子姫や、帰ったよ。はいはい。おんや、うちの売り子姫は風邪をひいたか。バカに声が太いが。じいさまとばあさまは顔を見合わせたと。さあ売り子姫や、お菓子をお上がり。おいきさ、バク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 。食べるわ食べるわ、後から後から口に放り込んでありったけペロペロっと食ってしまった。だって天の尺だものね。はてね、いつもは一つがやっとだね。じいさまとばあさまが首をひねっていると、東の長者から嫁を迎えにカゴがつき申した。それそれと大騒ぎになって、じいさまとばあさまは偽の売り子姫に赤い嫁入りの着物を着せ、かごに乗せて出かけたと。すると
行く道行く道カラスが騒ぐ。はあはあ。ウリコ姫の乗るカゴさ、天の尺が乗ってゆく。はあはあ。あんまりカラスが騒ぐので、おかごを覗いてみると、これはたまげた。いやあ、天の尺だ。天の尺が赤い嫁入りのベベきて口開けて眠っとる。この天の尺め、おらえの売り子姫をどこへやった。じいさまとばあさまはなんやかんや怒って、天の尺を茅原中引きずり回した。茅の根元はそれですっかり赤くなった。桃の木の売り子姫は、と泣いていたが、ようやく下ろしてもらって顔をきれいに洗ってね、赤いお嫁入りの衣装を着てめでたく嫁入りしたと。これでおしまい。シャンシャン。毎週水曜夜8時から1時間、渚真奈美のマンガランド朗読シアター。昔昔あるところにおじいさんとおばあさんが。皆さん改めましてこんばんは。この番組の名MC渚真奈美です。よろしくお願いいたします。そして、はい、アシスタントでマンガランド店員の北条和成です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さあ、今日で40回目を迎えました渚真奈美のマンガランド朗読シアター。昔々あるところにおじいさんとおばあさんが。この番組は日本の代表的で懐かしい昔話や民話の朗読や投稿する1時間の朗読番組となっております。さらにマンガランドイージーカフェ全店の配信網に TV ライブオンラインがユーストリームを使って全世界に向けて発信する参加型公開生放送。なお、公開収録の観覧には通常の入店料の他に1000円の番組観覧料をいただいております。マンガランド北千住2号店へぜひ皆さん朗読を聞きにいらしてください。お待ちしております。さあ、そしてただいま Facebook ユーストリームでご覧の皆様、コメントチャット書き込めますので、ご意見ご感想お待ちしております。よろしくお願いいたします。さあ、それでは今回、前回に引き続きましてゲストは俳優の鳥野裕次郎さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。鳥野裕次郎です。よろしくお願いします。さあ、では今回は、成人式にちなんで太郎姫シリーズということで、今回は売子姫、日本の三大姫のうちの一つと言われています。はい、かぐや姫、八月姫と売り子姫。メジャーだったんですね。メジャーなんですよ。あまりね、知られてないですけど。で、太郎だと桃太郎、金太郎か浦島太郎ですけれども。そうなんですね。はい、有名のメジャー 三大姫のうちの一つを今回お送りいたしました。いや、正直初めて知りました。これ僕も初めてです。私もそうか、売り子姫。はい、どっから売り子な、売りから出たから、そう、売りから生まれた売り子姫。やっぱそういう感じなんですね、どれも。はい、なので男の子バージョンだと有名なのが桃から生まれた桃太郎ですね。それの女性バージョンで。あ、そうなんです。三大姫があるっていうのを知らなかった、ね、なかなかね、うん、なんかプリンセスだったらなんとなくわかるんですけど。あ、そうですね、日本の姫はわからなくて。うん、初めて本当に聞きました。 三大姫っていうのを初めて聞きました。ねえ、なんででしょうね。あまり知られてないですよね。あんまりこう読み聞かせがないですよね、はい、こういうのも。あ、まあそうですね、確かに。そうですね、まあ、もう昔話といったらもう某携帯の CM ですからね。まあそうですね、あそこもじゃあ三太郎をちゃんとやってますけどじゃあうちでも三姫やります。三姫、はい、三姫の CM を。三姫、三姫で。じゃあ僕、売り子姫で。
はい、売り子姫、かぐや姫って。じゃあ北条さん、蜂。じゃあちょっと蜂を。姫なんだ。ちょっとお顔が、お顔が見えない。蜂をかずい担いでるお顔が見えない蜂、かずき姫っていうね。あ、そうなんだ、それも初めて。そんな姫がいたんですね、すごい、はい、詳しくはアーカイブの蜂かずき姫にぜひ見てください。はい、どうでしたか、鳥の他には。あ、売り子姫と天の尺ね、ということでしたけれども、天の尺ってただの言葉だと思ってたんですよ、僕。うんうんうん、だからなんかこうやって生物っていうんですかね、はいはいはい、モンスターって怪物って、うんうんうん、知らないんですよね、やっぱちょっと知らないことばっかり。本当お勉強ですね、本当に。ありますね、トゲがあるんですね、背中に。らしいですね。そうですね、なんか北条さんどうでした。なんでしょうね、あの天の尺が入ってくる下りまでは、はい、まあまあまあしょうがないなと、うんうんうん、その後あの家に入ってきてからの姫のわがままっぷり、はい、確かに確かに、何でもかんでも嫌だって置いても嫌だ。あ、確かにそうですよね。なかなか言うなこの子です。意思があるんですよね。そうですね、今時の女性で、はい、まあね、いろんな感じ方があると思うんですけど、私はなんか心の中の天の尺なのかなと思ったりもして。あ、なんか留守番でこうダメよ、ダメダメじゃないですけど、あの戸開けたらいけませんよって言われていて、でも実際来ました、誰かが来ました、まあ、天の尺でも天の尺じゃないとしても、ダメな自分と悪い心の自分といい自分がこう戦ってんのかなみたいな。しちゃうなみたいな。そうだから天の尺はこう自分の中の悪い自分みたいな。あ、なんかそうするとなんか面白いですね、そういう考え方をすると。ですね、私そういう解釈してみましたね。僕そんな深い解釈ができないですけど。でねね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 ね。天の尺を役やりましたけど。はい。やば、怖かったね、天の尺で。絵もすごい怖かったですよね。僕ちゃんと見てないんですけど。こうかな、これかな。あー、すごい。ああ、結構僕の想像以上の。そんなつもりでやってなかったんで。天の尺ですもんだって。あ、結構な大男ですね。結構な感じ、2メートルぐらいに。大男ですよ。あ、もうやっぱりちょっとこれ一回勉強したの分かんないですね。こんなの結構僕小人演じてるイメージだったんですけど、こんな大きいと思わないですよ。びっくりしちゃった。まあね、いろんなこう絵の方だったり脚本家さんだったりするとまた違ってね、来るかもしれないです。今回の天の尺はこんな感じでしたね。いやちょっと見ないとわからないですね、やっぱり。ちょっと見ればよかった。またね、こう絵でもこう印象って変わってきますもんね。そうですね、全然、うん、いやちょっと悔しいですね、もう一回やりたいですね。ぜひとも。北条さんはどうでした、売り子姫。そうですね、うん、まあやっぱり渚さんの解釈通り心の中にもっていうのが、うん、まあ、やっぱり教訓っていうのかな、やっぱね、日本あの昔話というと教訓がね、うん、結構盛り込まれてることが多いですけど、ちなみに一人で留守番したのって何歳でした？初めて留守番したの。へー、記憶にあります？5歳か6歳ぐらいかな、うん、まあ、そんなもんじゃないですね。記憶あるところだとやっぱりもう小学校ぐらいです、うん、それ以下で残されちゃうとなんか事件の香りがしちゃいますよね。一人で留守番ってね、多分こうもしかしたら売り子姫もこれが初めてだったかもしれないですね。わかんない、まあなんかね、何度目かだったのかもわからないけど、うん、まあ、そういう誘惑がねちゃったんですよね。そうですね。そう、子供だとね、なんかお菓子ないし食べちゃおうかなとかね、夕飯前だけど食べちゃおうかな、でも一人だしみたいな、わかんないやみたいな感じですよね、うん、きっと。でもダメっていう自分がいたりね、そこでちょっとずつやっぱね、子供って大人になっていくんですかね。そうですね、こう山の尺いっぱいいますよね、世の中には。大人になってもね、天の尺って身近にいるのかもしれない。これで勉強して、うん、将来に役立っていただければね、やっぱ幼稚園の方々に見てるか分かんないんですけどね。子供だけじゃないんですよね、昔話の教訓で。ぜひ大人の方にも体感していただきたいことっていっぱいありますよね。大人にね、
ね、大人でもこれは言えるだろうみたいな。あー確かに、うん、大人にこそこれ言っていただきたいかもしれない、うん、なんか誘惑負けちゃうんで僕は僕あ負けちゃう方負けちゃいますね、もう、うん、ここにお小遣いがあったら買っても使っちゃおうみたいな、はい、あー使いたい使っちゃおう、使いたい、お年玉とかすぐに使いたいみたいな、使っちゃおうみたいな、もうすぐ使いたくなっちゃうな、うん、わかるわかる、ゲーム買っちゃうみたいなそうですよね、そうなんですよ。さあぜひね、成人の日が先日ありましたけれども、新成人の方も立派な大人に、ね、なっていただきたいです ね、 ね、はい、頑張ってください、頑張ってください。さあそれではここでせっかく鳥野さんお越しいただいています、鳥野さん何か最近の活動など、はい、あ実はどうなんでしょうか、あの、うん、3月の18日に、はい、あのライブします、あのおービームライブ、ボリューム7なんですけど、僕 の、はい、あの島倉学さんというクロスオーバー歌手の方がいて、はい、この方はあの国立国立音大出身で、まあ、数々のジャニーズジュニアだったりいろんなそのプロダクションの先生を経てこう歌手をやってる方で、その方のライブでゲスト出演させていただきます。指導もやってらっしゃる方、そうです指導も、はい、うん、もう本当にいろんなとこに出てる方ですね。へえ、一部はこの島倉先生のボーカルのスクール生のライブ で2部がミュージカルコンサート、レミゼラブルハイライトをやらせていただきます。レミゼラブルいいですね、はい、僕は、一番有名ですねマリウス役と、あと僕2役なんです、アンジョルラスアンジョルラスってどんな方でしたっけ。まあ自分で言うのもなんですけど、はい、あの一応トガキに書いてあるんですよ、はいはい、あのかっこいい青年って、かっこいい青年、いやもう、いやなんかこれ自分で言うのがすごい恥ずかしいですよねいやでも役ですから、役ですから、いやまあ役だからいいんですけど、さらにこうね鳥野さんでさらにもう魅力を、いやもう本当に言葉にすると重くてあ、ね、有名なお話ですもんね。ちょっと2枚目の役頑張りたいと思います、よろしくお願いします。でレミゼラブルと、あとはスクール生の未来のあるスクール生の発表会とともに、そうですそうです、はい、これミュージカル劇団四季の方だった、はい、あのスペシャルゲストもう一人いますので、そちらも楽しんで、うんうん、はい、お楽しみいただけたらなと思ってます。はい、3月18日ですね、皆さんよろしくお願いいたします。ニコタマドアで待ってます。はい、よろしくお願いしますさあそれでは北条さんは何かお知らせありますでしょうか。はい、2月になるんですけども、はい、14日バレンタイン当日ですね、まあ、僕の所属している劇団あやかしの方で、バレンタインイベントがございます、はい、新宿御苑前にありますカレーの美味しいレストランレストランパペラさんにて、エンドレスバレンタインという演目で出演させていただきます。こちらが、歌のライブとお芝居と朗読の3本立てとなっておりまして、僕はお芝居のパートで出させていただきます、まあ、今回はチョコレート屋の主人ということで甘い感じに、甘い感じけど、まあ、あやかしという劇団の特性上甘いだけで終わることはありませんよとちょっと気になりますね、それちょっといい感じのちょっとビターな感じに仕上がっておりますので、ぜひぜひ見に行っていただきたい。バレンタインよろしくお願いいたします。そうそうとですね、2月の26日日曜日になるんですけども、こちらが世田谷区にあります成城ホールというところでですね、ジャグリング&アクロバット公演マエストロという公演に出演させていただきます。こちら2部構成となっているんですけれども、第1部のワッチャレという演目の方で、スペシャルゲストセンスという、まあ、ユニットのメンバーとして出演させていただきます。こちらの第1部がですね、その第2部でゲストで出演される方々が開いているジャグリングスクールの生徒さんたちの、まあ、発表会となっておりまして、そこになぜか盾のチームとして出演させていただくことになりまして、まあ、盾もやるんですけども、まあ、ちょっとジャグリングもやらせていただけるということ で第2部の方がですね、本当にもうスペシャルゲストの方たちで、まあ、何でしょう、有名どころでいくとシルクドソレイユのメンバーさんですとか、マッスルミュージカルに出てた方とか
もまあ特別ゲストで出演されるということで、面白そうですね。まあ、それを3500円で見れるというなんともお得な感じ。すごい世界のシルク・ドゥ・ソレイユを3500円で。3500円で。素敵ですね。すごーい。すごいな。で、様々なゲストで、本当に日本でのジャグリング界の第一人者だったりとか、もうそういう方たちが、あの僕自身もこんだけ言ってて結構すごい緊張する。そうですよね、しますよね。そんな人たちとやらせてもらえるの俺と見ながら。すごい。まあぜひぜひ見に来ていただければと。詳しい情報に関しましては僕の個人 SNS やっておりますので見ていただければと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、さあそれではそんな多彩な北条さんによる漫画紹介のコーナー行ってみましょう。楽しみ。はい。どんどんハードルが上がっていく。はい、今回はこちらです。P と JK。可愛らしいですね。いきなり少女漫画ですね、ちょっと。もうなんかすごいですね。もうついに JK も漫画のタイトルになるようになったかみたいな。とうとうなっちゃいました。すごい。まあこちらですね、主人公である高校生の、まあ、過去っていう女の子なんですけれども、はい、まあちょっとね、お話しできました天の尺が、自分の中で天の尺が出てしまいまして、はい、高校生なのに、はい、社会人の合コンに、はい、参加してしまうと。あららら、ちょっとおませな子ですね。で、まあそこで出会いました、まあ、こうたくんという男の子がいるんですけども、はい、まあその子の、その子というか、はい、その方の職業がこのタイトルに入っている P なんですね。おお。P なんだと思いますか。あれ P って言ったらあの P ですかね。どの P？ こういう風にプロデューサー、プロデューサーじゃない、プロデューサーみたいな感じかなと思っちゃいましたけど。ああ、そっちはなかった。表紙の P ですか？その衣装着てますよね。そうですね、表紙の P ですね。ああ、うん、見えてなかったから分かんなかった。あ、そういう子。あ、ポリスの P ですね。ポリスメンがまだ勘違いしてない。パイロットかと思ってちょっとお疲れかもしれないですね、トリノさんね。パイロットかと思って。まあそんな P と JK、 P と JK 出会ってしまった2人が、はい、まあ、高校生と警察官が新しいですね。うん、新しいですね。すごい。まあ法に触れるか触れないかというそうですよね。そうですよね。ただそんなものを少女漫画でやってしまうのかと、はい、また攻めてますね、本当に攻めてますね。やっぱこう非、あのなんていうの、非日常を叶えさせてくれるのがね、やっぱ漫画の魅力の一つでもありますから。うーん、確かに現実でできないことを、はい、叶えてくれるのが漫画でございます、そうですね。なんかおすすめのシーンとかあるんですか？おすすめのシーン。でもなんかやっぱ女子からするとなんかもうタイトルからしてすごいなんかキュンとしてしまう。ああ、そうなんです。これタイトルでキュンってなっちゃうんですね。うん、警官と女子高生みたいな。ああ、確かにね、女子高生はね、ただでさ大人の人が、あ、大人にね、こう憧れたりしますからね、精神年齢高いから。その頃が一番そうですよね。うん、もうかっこよく見える。言えないんじゃない、もうキュンキュンじゃん。なんか今ちょっとチラって見たんですけど、すごいなんかもう佳境に入ってる感じの、もう一巻なんですけど。そうですよね、一巻序盤から見どころがある。あー、そうなんだ。あー、もう選べないっていう。選べない。いやー、なんか最近キュンキュンしてますか？キュンキュン、お二人は。なかなかキュンキュンすることがないですよね。漫画の世界でしかキュンキュンできないかもしれません。そのね、大人たちの心も癒してくれるような、本当にね、P と JK、ぜひ漫画ランド北千住2号店にお越しの際は読んでみてください。よろしくお願いいたします。さあ、それでは早いもので、もう2話の終了の時間も近づいておりますね。さあ、鳥野さん、いかがでしたか？1年ぶりの漫画ランド朗読シアターでしたけれども、やっぱホームって感じで、ね、僕は勝手にホームって思ってます。お二人どう思ってるか分かんないけど、ホームです。いや、ありがとうございます。光栄ですよ。もうほんと朗読してても安心感がありますね、はい、ぜひとも朗読シアターファミリーに。いやいや、なんか花見さんのすごい、あの、お
ばあさん役が板についてきてる気が。あ、ですか。もう数々のおばあさんを経験させて経験させてる。で、数々のおじいさんをやったら、はい、まあ、時にはおばあさんもね。おばあさんもやったり。すごい、やっぱ芸達者ですね。でもまだまだ昔話はありますので、これからもいろんな昔話をお届けしていきたいと思います。はい、それでは鳥の裕次郎さん、ありがとうございました。ありがとうございました。それではアシスタントは北条さん、そして MC は渚真奈美でお送りいたしました。ではぜひ1話目の豆子太郎もぜひ YouTube で渚真奈美の漫画ランド朗読シアターでご検索お願いいたします。さあ、それでは皆さん、また来週この時間にお会いいたしましょう。渚真奈美の漫画ランド朗読シアター。昔々あるところにおじいさんとおばあさんがでした。みんなみんなバイバーイ。ありがとうございました。今週雪降るらしいよ。え、本当ですか。